まずは準決勝1着おめでとうございます。ありがとうございます。あのお気持ちから聞かせていただきたいんですけど、まあ、正直決勝一番車っていうのは、まあ、去年のこともありますし、まあ、正直自分としては嬉しく思い切れない車番、あわよくば強い人の番手っていうのを狙いたいから、勝ち上がりはもちろん1着であり上がりたいんですけど、車番は2番が欲しいっていう、まあ、すごいあれですね、走った後に自分が一番車なんだっていうところで、まあ、責任はすごく感じますね。まあ、その責任を感じる決勝戦ですけども、まあ、準決勝から振り返っていただきたいんですけども、今日はどのようにプランされてましたか？最初は結構前の方に入れたので、まあ、中段から仕掛けれるかなと思ったんですけれど、まあ、あの打掌で石井寛子選手が抑えてきて、結構こう闘志が見えたので、まあ、しっかりとそこは闘志を持って、ライバルっていうか、その何ですかね、戦い合おうって思って、結構早めからの仕掛けで、自分の中ではまあ悪くない仕掛けはできたんじゃないかなと思います。まあ、今日も同じようにあの最終ホームめがけていくような形になりましたけど、いかがでしたか？まあ、尾形選手もすごく強かったですし、あの後ろの留選手にもゴール前結構刺されそうになって、まあ、正直今日はちょっと一着取れないんじゃないかなっていうふうに不安になりながらも、ゴール戦踏み切れて、まあ、ちょっと今日なんだろうな、ヒヤヒヤしてますね。で、まあ、勝ち進んで、勝てばグランプリという決勝戦まで勝ち進みますが、いかがでしょうか？一番車っていうのは本当難しいんで、まあ、本当に初日2日と6番手になってしまっているので、一番車をうまく生かして中段とか、まあ、前方の方取れたらいいなと思います。はい、まあ、改めてになりますけども、決勝戦へ向けてっていうところを聞かせてください。はい、まあ、2日間一周走って、まあ、上がりタイムもその踏んでる感覚も悪くはないので、まあ、あとはちょっと休んで後半粘れる足をつけるっていうか、回復させられたらと思います。はい、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、2走してみたんですけども、ご自身が入る前と2走しての状態っていうのはどうですか？合わせてみて、まあ、思ったよりフィジカルが弱ってるなっていうのはすごく痛感していて、ローラーとかもいつもは支えてもらってもがいてるのを自分でやらなきゃいけなくて、結構満足いったようなアップはできてないんですけれど、まあ、そこは自分の弱さだと思っていい勉強になってます。まあ、グランプリにつながる最後の決勝ですけども、何か変えたりとかこうしたいっていうのはありますか？ちょっとこぎやギア周りがちょっと、ね、うるさくて、ちょっと整備不良あるので、ちょっとそろそろ直したいなとは思ってますね。わかりました。では明日もたくさんの方が応援されると思いますので、最後に意気込みをお願いします。はい、たくさんの声援ありがとうございます。明日も一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。準決勝一着おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちから聞かせてください。まあ、とりあえず決勝上がれてほっとしてます。はい、レースも振り返っていただきたいんですけども、今日はどのように考えていらっしゃいましたか？まあ、風子さんの後ろが良かったので、まあ、初手ですんなりちょっと入れたのが、まあ、想定外だったんですけど、もう後ろ取ってからはしっかり追走していこうかなと思ってました。他の選手の動きなんかはどのように見えてましたか？はあまり見ずに、もう追走にしっかり集中して、まあ、あとは後ろにリュウさんがいるのも分かってたので、まあ、自分のタイミングで行けるところから行けたらいいかなと思ってました。その梅川選手の仕掛けなどは後ろでいかがでしたか？うわ、もう加速もすごくて、しっかり離れないようにと思いながら集中してました。で、実際最後はゴール前鋭い伸びを見せましたけど、いかがでしたか、手応えは？まあ、状態は悪くないのかなと思います。はい、で決勝進出となって、グランプリを決める最後の一戦に残りましたけども、いかがでしょうか？そうですね、もう中盤からもう1年の中盤からもうここに向けてしっかりやってこようと思ってたので、まずは決勝に上がれて、まあ、もう一踏ん張りかなと思います。はい、でまず決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。昨年は準決勝で敗退というこちらの大会でしたけども、今回は準決勝を突破したということですけども、お気持ちはどうですか？嬉しいです。はい、まあ、最後はたくさんの歓声があって答えてましたけど、ファンの方の声援はどうだったでしょうか？走る前からすごいたくさんの応援いただいて ありがたかったです。では最後に決勝の意気込みをお願いします。はい、しっかり走り切りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとお気持ちから先に、うまい着が欲しかったので、ちょっとこうテクニック不足だったかなと思いました。はい、まあ、ちょっとスタートからちょっと出しぶった
スタートからになりましたが、どのように考えていらっしゃいましたか。位置取りとしては、まあ、梅川選手が近くにいてほしいなっていうところだったので、ちょっと一番選手の動きを見るような形で、まあ、それでよほどこう並びがちょっときつかったら自分で動いてちょっと位置を求めに行こうかなとも思ったんですけど、やっぱりこう前まくり合戦がなるなと思ったら、まあ、そこの位置でしっかり足ためてた方がいいかなと思って、ちょっと無理やり足を使う動きはしないようにしたいなと思いました。それがまあ後方になってもそのような考え方という。そうですね、もうそこはもう無理やりまくりに行くというよりは、対戦メンバーの中でやっぱり力があるなと思う梅川選手 が全部まくれるのであれば、その上を私がもらえば、まあ、都合はいい話なので、それでいいかなと思いました。ただ最終フォームちょっと前とは距離がありましたけど、いかがでしたか。あの辺りはこう自分で踏み込める射感を取りたかったので距離を取ってました、はい、スピードが出せる準備をしてました。で実際に踏み出してっていうのはいかがでしたか今日は。しっかり4コーナーからの勝負としてはちょっと位置取りは悪、あの段階ではちょっとやばいかなって思うような位置取りでも前に届くと思う想定距離だった、自分の中では想定だったので、まあ、そこは届かなかった自分のテクニックのなさと、あの久米選手のうまさ強さっていうのが出たかなと思いました。で、まあ、ゴールした時はいかがでしたか。まあ、2着で悔しいなとか、まあ、1着で人気だったのでちょっと申し訳ないなっていう気持ちもありつつ、やっぱり G1 の決勝に絶対大丈夫って位置で乗れたのは少し良かったなと思ってます。今回から新しい自転車をっていう形になりましたけども、実際にそうしてみて手応えなどはどうでしょうか。はい、ここまで違和感を感じてた部分が今回のフレームだと少し払拭できるということで、いいなと思って使ってきた自転車なので、本当にその通り今までちょっと違和感があったところがなくなってる感じがしてます。そうしてみて、まあ、不安なく明日以降も走れていけそうという感じですかね。はい、もう今更不安を持っても仕方がないと思いますので、一生懸命やるだけだと思います。わかりました。では決勝に向けて最後に意気込みをお願いします。優勝したいです。しっかり気持ちを切り替えてまた明日頑張りたいと思います。応援してください。決勝進出となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、お気持ちから聞かせてください。競輪祭をまずなかなか予選突破することが今までできてなかったので、まあ、初めての準決勝ですごい緊張したんですけど、まあ、やることは決めてたので、まあ、集中して走ってなんとか決勝に進めてよかったです。はい、じゃあそのやることというのもお聞きしたいんですが。そうですね、やっぱり皆さんが一番強い自力選手なので、まあ、車番的にも狙える位置かなと思ってたので、そこをしっかり突き切ることを目標にしてました。後方になりましたけど、その辺の不安というのは。そうですね、まあ、後方になったからといって自分で何かできるわけじゃなかったので、しっかり皆に突き切ることだけを集中してました。実際仕掛けを追走していかがでしたか。そうですね、やっぱりできるまでに先頭でかけてる真央ちゃんとかもすごい強い自力選手なので、なかなか経験することがない苦しさで、ホームすぎみんなができるところまでなんとか追って、まあ、できてからはもうゴール前になるべく自分なりの抵抗を見せれるようにと思って、きれいに回すことを意識して、まあ、なんとか一着にはなってないんですけど、まあ、少しは追い込みができたかなとは思います。ゴールした瞬間はもう分かってらっしゃったというか。そうですね、むつみさんも見えたんですけど、やっぱりミナのスピードがすごい勝ってたので、まあ、なんとか食らいついていけたので、まあ、とりあえずは決勝決まったなとは思いました。で、まあ、決勝戦グランプリでつながるというレースになりますけども、いかがでしょうか。そうですね、やっぱりちょっと他の選手と比べたら賞金面ではだいぶ不利なところにはいるんですけど、まあ、もちろんレースは何があるかわからないので、諦めずにしっかり1番でゴール戦を通過できるようにしていきたいと思います。そのためにはあと一晩どう過ごしますか。ね、緊張して寝れないかもしれないですけど、まあ、あんまり考えすぎずに明日も自分の良さを生かしてレースができるように頑張りたいと思います。わかりました。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、パールカップ以来の G1 でまた決勝に上がりましたけども、はい、お気持ちとしてはどうでしょうか。そうですね、パールカップは決勝に上がることだけが目標で、その先のことを考えてなかったんですけど、それじゃダメっていうのもすごいパールカップの時に痛感したので、練習にしてもこういう大きい大会に出た時も勝ち上がった、その先のこともちょっと頭に入れて
頑張ってきて、まあ、とりあえずは決勝走るチャンスがもらえたので、もちろん狙う走るからにはいい着を目指して頑張りたいと思います。明日に向けては何か修正点や改善するとかありますでしょうか。まあ、準決勝も自分のできる精一杯の走りはしたので、そうですね、明日に向けて修正点とかは特にないんですけど、しっかり力を出し切れるように休養とかケアとかしっかりしていきたいと思います。では最後に決勝への意気込みをお願いします。たくさんの応援ありがとうございました。決勝戦も自分らしい走りをしていい着が取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは決勝進出となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちから聞かせていただきたいです。あ、ギリギリだったなという感じです。レースの方はちょっと皆さんデシブったスタートでしたが、いかがでしたか。意外とデシブるなと思って、じゃあ行こうかなと思ったら吉川さんがささっと出られたので、まあ、自分が取っても良かったかなという感じで終わりました。で、まあ、そんなが隊列決まって、ちょっと後ろに太田さんを見ながらという競争になっていきましたが、いかがでしたか。そうですね、まあ、太田選手の強さももちろん分かっているので、まあ、意識はしつつ、ただ前方の意識がもう少し強くあった方が良かったかなと思います。それはどのあたりで感じられましたか。最終ホームですね、ちょっと自分が緩めすぎていたので、自分がスピードを立ち上げるのがきつくなってしまったかなという感じです。実際に仕掛けていってっていうのはいかがでしたか。やっぱり前200ぐらいがあまり良くなかったなっていう、まあ、昨日と同じ感想ですね。それは決勝までにはいかがですか。いや、ちょっとどうにもならないかなと思うので、あとはやっぱ対戦相手がもっと強力になるので、まあ、そこでこう弱気にならないというか、攻めていけたらチャンスはあるかなと思います。まあ、グランプリが決まる最後の一戦まで進めましたけど、いかがでしょうか。そうですね、まあ、記者さんが言っていただいた、まあ、連覇っていうのは私だけが挑戦できるので、まあ、挑戦はしっかりしていきたいなと思いつつ、現状の力っていうのを自分の中でしっかり把握して、まあ、無駄にならない走りをしたいなと思います。決勝進出おめでとうございます。まあ、ホームのところで、まあ、前との差が結構空いていましたけども、ご自身そのあたりっていうのはどういうふうに、まあ、できるところっていうのはありましたかね。そうですね、まあ、ちょっと後方の太田選手を意識したっていうのももちろんありますけど、まあ、もう少し前方のスピードをもらって走った方が良かったかなと思ってみればちょっと反省があります。まあ、実際仕掛けてみて3着という結果でしたけども、その踏んだ感覚と結果の手応えっていうのはどうですか。やっぱり良くないかなっていう感覚ではあるので、まあ、それは今後の来年、今後というか来年のグランプリに向けてしっかりっていうところでありますけど、まずは明日の決勝戦に向けては、この自分の力の範囲で戦えるようにとは思っています。わかりました。では決勝戦に向けて意気込みを最後にお願いします。はい、もちろん優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。岩城さん、まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと気持ちから聞きたいんですけど、まあ、決勝乗ることが最低目標できているので、まずは目標の舞台に立ちてよかったな。準決勝も振り返っていただきたいんですけど、今日はどのように考えていらっしゃいましたか。まあ、とにかく前の方にいたいと思ったので、まあ、スタートを前の方にそれだけ考えました。まあ、前に入りたそうな選手もいらっしゃいましたけど、いかがでしたか。まあ、尾形さんがもう今日は前の組み立てなんじゃないかなと思ったので、まあ、その人以外はちょっと入れる気はなかったです。まあ、実際尾形選手先行していきましたが、周りの選手などはどのように見えてましたか。いや、もう後ろは見ないで尾形さんに離れないことだけ考えて、もう尾形さんも強い自力の選手なので、もうしっかり追走を意識して、あとはもう佐藤選手がどこかから飛んでくると思ったので、そこをどう対応するかっていうのを考えてました。まあ、実際飛んできたと思うんですけども、その後自力でというと場面もありましたけど、すごい音で飛んできたので一射かなと思ったんですけど、まあ、トメちゃんもついてきてたので、2射かどうしようかなと思って、まあ、でもそこはもう尾形選手に合わせるんじゃなくて自分でもまくっていこうと思って、まあ、ちょっと接触もあって危ないシーン作っちゃったんですけど、まあ、そこはもう本当に躊躇せずに思い切っていけたのが良かったかなと思います。ゴールした時はどうですか。もう決勝っていうのは、まあ、最低も3着入りたいと思ってたので、まあ、3は入れるなと思ったんですけど、まあ、前抜ければ一番良かったんで、そこら辺はまあ、タイトル取るにはもう少し上げなきゃいけないのかなと思います。勝てばグランプリの権利という最後の決勝戦まで来ましたけども、いかがでしょうか。まあ、自分はグランプリの権利というよりも今年はもう1年タイトル欲しいと思ってやってきたので、まあ、その今年最後のチャンスなので、まずそこにチャンスをつかめるようにこの後しっかり明日まで準備したいと思います。はい。
じゃあ決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずは2走してみてなんですけども、まあ、ご自身がここに来るまでの状況とこの2走してみての感覚っていうのはどうでしょうか。まあ、もう体調もいいですし、すごく落ち着いて毎日過ごせてるので、いい状態でレースに臨めてるかなと思います。まあ、決勝は昨年も走られてますけども1年経ってそこの辺はどうでしょうか。まあ、何もできずに昨年終わってしまったので、今年はしっかり自分の中でレースプランというのを考えて、なんていうんですかね、自分のやるべきことっていうのを明確にしてそこに集中して臨みたいなと思います。では最後に決勝に向けて意気込みをお願いします。はい、支えてくださる方に恩返しできるように頑張ります。お待ちください。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。少し待つ時間があったと思いますがいかがでしたか。なんか記憶にあるような時間だったんですけど、なんとか首の皮一枚だったらしいです。はい、ちょっとレースも振り返っていただきたいんですが、今日はどのように考えていらっしゃいましたか。はい、ルカ選手と渡里優選手との主軸のというかレースになるのではないかというような感じだったので、自分の取れた位置から精一杯とは思っていたんですけれども、なんかただそこにいただけの人みたいになってしまって、現状だなというふうに思います。ちょっと苦しい中の仕掛けだったと思うんですけども、いかがでしたか。そうですね、まくり合戦のさらに上を追い込んでいこうというのはもうちょっと浅はかだったのかなというふうには思いました。はい、ゴールした時の心境などはいかがでしたか。そうですね、なんとか3着までとは思ったんですけど、4着だなという感じで、もうあまりいい気分ではなかったです。ですが、決勝進出というのが一報が入ったときはいかがでしたか。はい、そうですね、なんかそわそわしながらジュニレースを見てたんですけど、4着の選手が、誰なのかちょっとよく分からなかったので、ああと思いました。で、決勝戦というところまで勝ち進みましたが、はい、いかがでしょうか。はい、状態というか、自分自身の体のことは本当にいいとは言えないと言いますか、現状を振り絞っているような感じではあるのですけど、しっかり考えて今出せる力を振り絞りたいなと思います。はい、パールカップに続いて2回目の決勝となりますけども、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、前回も一番初出場だったのでちょっといまいちピンと来なかったんですけど、今回に関しても一日一日と思って走っていたので、それほどこう勝ち上がりのチャックは考えないようにしていて、なのでちょっとびっくりしています。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。6月にパールカップ優勝してグランプリを決められましたけども、ここまでどういうふうに取り組もうと思って結果的にはどうかなっていうのもあるんですけども、どうでしょうか。はい、そうですね、パールカップの後のサマーナイトは地元だったんですけど、あと、オールスターも非常にこう走るのが難しい今年は大会だったんですけど、どうも噛み合わなくて全然いいところを見せられなくて、自分の中でもちょっと葛藤といいますか、うまく取り組めてないなっていうところがあったので、そこら辺をもう一回考え直しながら走って入ってきたなというような気がします。パールカップと同じような勝ち上がりになって、7番車になるかなとは思うんですけども、このあたりは何かいい方に捉えたりとかそういったのはできますかね。そうですね、首の皮一枚が なぜか続いているんですけど、今回に関しては本当に
アマチュアチーム勢というか力抜けた選手が、たくさんいる中で、まあ、自分の現状で何ができるのかなっていうところを考えなくちゃいけないレースだと思うんですけど、まあ、精一杯やれるように準備したいと思います。では決勝戦向けての意気込みを最後にお願いします。はい、まあ、一晩しっかり休んで、精一杯走れるように準備したいと思います。頑張ります。